はい、皆さんこんにちは。グローカルのマサです。ここグローカルチャンネルでは国際協力の今活躍している方、もしくは昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日も始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、今日はですね、国際協力の中でも人材っていうところに関して注力されていらっしゃるマサさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、承知しました。バンバシンシと申します。学部では国際関係学を学びまして、国内の大学院で公共政策を修了した後、中堅商社でアフリカ諸国と取引をしておりました。で、今現在は国際協力系の NPO で途上国の方に対する職業訓練プロジェクトだったり、国内の外国人に対してのキャリアの支援などをしているところです。どうぞよろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけど、はい、ちょっとお聞きしていきたいんですが、バンバさん、そもそも国際協力って何がきっかけで興味を持ったのかなっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、何がきっかけだったんですか。直接なきっかけは大学で国際関係学を学ぶ時かなと思うんですけど、そもそも遡ると子供の時に今戻るのかなと、というのも人材開発に関して興味を持ったきっかけを話させてもらいますと、私の両親がすごい勉強家だったんですね。私が小学校上がる前から常に両親は何かしら仕事終わった後も勉強とかしてるとこをずっと見てまして、それで資格とかいついつやるとかそういう話とかもしてたんですね。それで収入が上がっていったのを小さい時から見てて、人材開発とか専門性とかそういう言葉を知らない時から、資格とか何かしら頑張ったら生活を向上させることができるんだなっていうのを分かったので、多分そこから人材開発に興味を持ったのかなって私は思ってて、でもう一つ国際開発とか国際協力に関心を持ったのは大学に入ってからかなと思います。国際関係学で結構世界の情勢とかこれまでのバックグラウンドとか結構幅広く学んだんですけど、そこでようやく途上国の現状だったりとか、恵まれてない人たちがこれだけたくさんいると、徐々に改善しつつあるけど様々な課題があるっていうのが分かったので、将来何か私ができることはないのかなって思って、徐々にこういう仕事を志すようになった次第です。なるほど、ありがとうございます。ちなみに大学では何をしてたんですか。大学では大学院では公共政策を学んでまして、もう少し言うと中国の外交とか日本の外交とかその研究をしてまして、その延長といいますか、私立命館出身なんですけど、その時の教授に薮中水戸寺っていう元大使方がいらっしゃったんですね。私が修士1回生の時に私塾として外交関係とか国際関係を議論できる場を作ったんですね。で、私がその選考を受けて1期生として選ばれたんですけど、そこで他のいろんな大学から学生が来てまして、例えば中東とかの研究されてる学生だったりとか、協力隊としてマラウィに行くことがもう決まってた人とか、そういうのがいっぱいいまして、こういう話もあるんだなっていうのをそこでいろいろ学べた次第ですね。なるほど、はい、そうなんですね。じゃあ実際大学院で国際協力に興味を持っていったってわけなんですけど、大学生とか大学院の時に途上国に行ったりだとか、そういう経験もありました。大学の時は東アジア回ったぐらいなんですけど、大学院の時にちゃんとした途上国に滞在したのはおそらく世界青年の船が初めてだったかなと思ってます。なるほど。世界青年の船って何ですか。はい、端的に言うと内閣府が実施している事業でして、日本人の18歳から30歳までの方120名と海外の方120名が大きな日本丸っていうの三井商船の船に乗って、そこでさまざまな国際交流活動をする事業でして、120人の外国人の方なんですけど、10カ国から12人ずつ来てるんですね。なるほど。じゃあ10カ国から12人ずつ来てるから120人。そうですね。で、日本からも120人。そうですね。はい。これは何をするところ。たくさんあるんで一言にまとめれないんですけど、そこでいくつかの活動班に分かれたりとかして、関心のあるテーマについて議論することもあれば、それぞれの文化紹介をすることもあったり、具体例をもうちょっと申し上げますと、10カ国の中だと例えば今話題になっているウクライナの人もその時はいましたし、ブラジル、エジプト、ケニア、トンガ王国とかフィジーとかその辺りから来た方もいて、多分大体の日本人にとって初めて喋る国の人もいっぱいいたと思うんですね。ウクライナとか特にそうだったとは思うんですけども、ちなみになんですけど、はい、実際それで応募するじゃないですか、書類だけですか、面接もありますか。面接もありましたね。実際面接ってどんな感じだったか覚えてます。ですね、一番印象に残った質問、1個だけ聞いてみたいです。何かありますか。集団面接で3人、集団面接なんだ、3人いたんですけど、面接官の方から、じゃあ皆さんは事業に参加した後何したいですかって質問があったんで、私その時よさこいソーラン節をずっとやっていたので、そういうのを外国の方とも一緒にやって文化を広めたいみたいなことを15秒ぐらいで言ったんですよ。そしたら2人目3人目がめっちゃ難しい難しいことを1分ぐらい話してて、あ、終わったと。文化
交流したいですっていうのと、あの防災について議論したいですって言ってて、次元が終わったって思いながら一応結果だけ申し上げると私だけ通ってました。あ、そうなんですね、はい、多分は総合的に判断されたんだとは思うんですけども、うんうんうん、あ、じゃあその質問で自分の心はくじけたけど、はい、結果的にはそれが良かったと。まあそうですね実際に船に乗った後も私はあのよさこいソーラン節のリーダーとしていろんな方に教えたので一応有言実行はした次第ですね。なるほどね。え、じゃあ実際に、まあ、それで応募していくわけですと、はい、で費用のところもちょっと聞いてみたくて。そうですね。例えばなんですけど、世界青年の船は船に乗って文化交流をするみたいなイメージですよね、はいはいはい、どれぐらいの期間船に乗ってるんですか？船に乗っている期間自体は32日間でして。あ、じゃあ約1ヶ月ぐらい、はい、そうですね、はい、費用はどれぐらいかかるんですか？あ、そうですね、世界青年の船に関して言うと参加費は30万円かかるんですけど、うん、参加費免除っていう制度もありまして、希望者は別途書類書いて申請したら参加費免除される可能性あるんですけど、はいはい、結構狭き門です。なるほど、はい、通常は30万ぐらい、ね、そうですね、それが参加できると、はい、でそれでいろんな経験ができるんだけど、はい、免除っていうのも一番あるというところなんです ね、 そうですね。実際ここまでは概要をちょっと説明してもらったんですけど、はいはいはい、全体を通してどういうことをされていて、バンバさんが何を得たのかなっていうのを聞いてみたいんですけ ど、 ど、分かりました。32日間のことなんで要約するのは難しいんですけど、私自身がやったこととしては、うん、例えばディスカッションコースとしていくつかの興味ある分野に分かれてそこで具体的に議論するコースがありまして、うん、私は国際貢献のコースに行きまして、うん、そこだと NGO 関係者とか国連経験者とか海外の人にもいてかなり身のある議論とかをできたのかなと思います。で、さっきよさこいよさこいって言ってるんですけど、あれも本当に一部でして、各国が自分の文化を紹介するナショナルプレゼンテーションって私たちは呼んでたんですけど、うん、そういう時間もありまして、日本人は120人もいたので、はいはいはい、8チームに分かれたんですね、はいはい、例えば8チームの中だと日本舞踊とか武道とか弓道とか、うん、そういったことをされている人もいまして、私はその中でよさこいソーランの、まあ、リーダーをしていたって形です。あ、なるほどですね。え、じゃあちょっとその中で、はい、ママさんに聞いてみたいんですけど、はいはい、世界青年の船に行くじゃないですか、はいはい、自分がやろうと思ってたとか、はい、応募したいなと思ったところはあると思うんですけど、はいはいはい、一番何を学べたんですか？一番挙げるのはちょっと難しいんですけど、誤解を恐れずに言うと異文化理解力なのかなって私は思ってて、うん、もっと言うと日本人との異文化理解力かなって私は思ってます、うん、どういうことかというと、海外の人たくさん来るのは知ってたので、かつ私は参加する前にもう海外の各国の情勢とかどんな国民性とか文化とかある程度調べていったんですね、うん、だから比較的カルチャーショックみたいのはあんまなかったのかなと思うんですけど、うん、ただ日本人も120人いて、うん、北は北海道、南は沖縄もいたと思うので、うん、同じ日本人だと思ってこの人私は同じ常識を持ってるって思って接した時に誤解を生じた時とかあったんですね、うんうん、逆に、はい、日本人同士、日本人同士で、はい、でかつ18歳から30歳なので、はい、一番差がある人で一回り違うと、うん、そこでのジェネレーションギャップみたいなのもやっぱ感じることもあって、うん、そこで、あ、じゃあ同じ日本人同士でも常識とか同じ前提で物事を考えちゃいけないんだなっていうのをそこで学んだっていうのは結構一つあるかなと思ってて、うん、それで社会に出た後は学生の時以上に違うバックグラウンド、日本人の方とか外国人もそうなんですが接する機会が多いんですけど、まあ、あの時の経験をもとにこの人は考えは違うけど当たり前のことなんだなって、まあ、心構えができるようになったのかなとは思ってますね。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと最後に聞いて終わりにしようかなと思ってるんですけど、はい、まだ世界青年の船、うんうん、10代から30代まで応募できるじゃないですか、うんうんうん、その枠の中の人たちに世界青年の船をおすすめするかしないかというとどっちですか？あ、もう断然おすすめいたします。理由も含めてちょっと聞いてみたいんですけど、はい、もしあの迷ってる方いたら検討することをおすすめします。というのも何を得て帰ってこれるか人によるとは思うんですけども、うん、30何日間もそれだけ多数の多様なバックグラウンドの方に囲まれて何一つ自分の中に変化がないっていうはずがないんですね、うん、でかつ私はおすすめするのはもし参加する機会があったらぜひ積極的に能動に動くことをおすすめします、うん、動いた分だけ何か得ることはあったんじゃないかと私は今でも考えております、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、もう一点ちょっと気になったんで質問したいんですけど、はいはい、世界青年の船って日本人120人、うんうんうん、で各国から10名ずつ選出されて、はい、合計240名でやるじゃないですか、はい、1カ国から10人選出したら、うんはいはい、そこでグループになっちゃうんじゃないかなって思うんですけど、はいはい、そこは日本人は溶け込めていけそうなんですか？うまい子はいましたね。あ、そうなんですね。例えばトンガの人たちは比較的他の海外の人たちと比べるとグループになる傾向がちょっとあったんですけど、私の知ってるとある男の子は英語そんなできなかったと思うんですけど、集まってる中にヒュッて一人で入ってなのでそういうことをやってる人もいましたし、一回その子がトンガの衣装を着てあのトンガ人と立ってる時一瞬私はトンガ人だと思ったんですよだから入っていけるかどうかは自分次第かなとは思います、ね、なるほど、ありがとうございます、まあ、そこもじゃあ試されるってことですね、はい、なるほどね、わかりました、ありがとうございます、はいはい、この動画ではバンバさんが国際教育に興味を持ったきっかけっていう部分と、うん、大学生活中
中何してたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、はいはい、まあ、次の動画ではじゃあ大学卒業して何をしていたのかっていうところをお伺いしようかなと思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。